じゃあお願いしますね。まあ長く話をしてます、はい、まあ長くもやられてて、はい、もういろんなチームに投げ、うん、いろんなバッターと対戦してきたと思うんだけども、はい、その中のベスト3、はい、日本での、日本ですね。これはコーツつけがたいと言ったら5人でもいいよ。日本って結構難しいですよね。なんで見てないから。いやそうです、見てないから。もう歌えたかどうかってね、もう大変でしたけども。でもものすごく印象残ってる、うん、こいつ嫌いだったなっていうやつでもいいよ。あ、まあいますよ。それは誰？外国人の方なんですけども、中日のゴメス、うん、ゴメスね、はい、右バッターね。右バッターはもうかもられてましたね。あ、そ、何投げてもダメだった。あの、何投げてももうなんか甘いコースしかない、いかないっていう。ちょっとなんで引き寄せられんの？なんかそうあるんじゃないですかね。やっぱり嫌なバッターっていいコース投げても打たれるし、甘く投げてても甘くなるっていう、うん、だからもう何投げても打たれちゃうっていうバッターっていますね。まあでも打たれてる印象はあるわけでしょ、ね、マウンドで、はい、よし今日は絶対打たせないと思ってもダメ、思わないですね。また打たれちゃうかな。そうはちょっと見たくないっていう感じでした、ね。ああそう、はい、で向こうも笑ってましたもん。じゃあもうちょっと今日はこいつ岡島って思って、あ、こいつかもだなっていう感じでもう笑顔で来てましたから。ああそう、だからもうフォアボール出そうと思ってましたもん。だから当てようなんて思ってなかった。当てようとはないです、ね、ちょっと一発食らうしょげみたいな、それはないですね。それはない、ね、もう笑ってるんでもうフォアボールでいいからって思っても甘くいっちゃうんですよ、なんかね。ああそう、はい、あとは古田さんですね、ヤクルトの。ああ、やっぱり右バッター。右バッターですね。古田さんはなぜかって、やっぱりこうヤクルトとジャイアンツって結構インコース攻めでこう当てたり当てられたりとか結構あったじゃないですか、昔って。あったなー。もうとりあえずみんなインサイド行っとる、はい、で古田さんは特にキャッチャーなので。古田なんかバッターのここに構えてたからね。そこ構えるかっていうぐらい。やはりこう当てられたりとか古田さんがされるので、そうそうそう、ちょっと下がってるんですよ、うんうん、いつもよりか、うん、で来るんじゃないかって思われてるから、がベースから離れてるみたいな、ほんで打つ気ないんですよ。で打つ気ない時に外にヒュッと投げたらうまく打ち返される、そういうもういやらしいバッティングされてましたね。読まれてる、はい、信じる。いや、インコース来ないだろうなっていうふうに思ってるんでしょうね。次は誰ですかね。そんなに痛い目あったとか、うん、斉藤正樹がノーヒットノーランやってて、はい、延長に入って落合さんにサヨナラ逆転ツーランで負けたみたいな、はい、そういう思い出みたいなのないの？いや、あんまりないですね。まあでも打たれてることもありますけどもね。あんまり左バッターでこいつは怪しいなと思ったのがいないの？左バッターいないっすね。まあ大体上から目線だからな。いやいや、若い時はやっぱり あれでしたけども、やで、あ、左バッターは金本さんですかね。はい、金本さんはやっぱり足上げて打たれるじゃないですか、うん、で僕結構クイックとかで投げてたんですよね、うん、そのいろいろ使い分けしてたよね。使い分けたんですけども、やっぱりその情報が入ってるんで、金本さんはノーステップで打つんですよ。足を蹴ってあげるんだけど、もうバッてもうおかちの時だけ、はい、そりゃ簡単に打たれますね。ガツンってもうセンター方とかにそれは簡単に打たれますねって、はい、こっちはクイックでカーブとか投げてるのに、うん、もう待ち構えてるからね。待ってましたよ、待ってたよって、もう真っすぐカーブどっちでも来いよって感じで、はい、やっぱり嫌でしたね。なんとかこうやりましたけども、でもやっぱりうまく打たれたなっていう感じでしたね、はい、あのジャイアンツで投げててさ、はい、例えばジャイアンツのピッチャーって昔のピッチャー、はい、ON に投げてないじゃない。ああ、はい、で、エナスさんが言ったらわけ、はい、いや、堀内さんに、はい、お前は不幸だと、うん、OL と対戦してないもんって、はいはい、その凄さが分かんないだろうって、うん、バッターの、うん、ジャイアンツじゃなかったら、うん、当時ジャイアンツのバッターで対戦したかったのは誰、はい、松井秀喜。松井さんはメジャーでやってるんで、あれですけども、ちょっとなんか鼻につくな。いや、ちょっとなんかカッコつけてんな、おい。やっぱ由伸君とかじゃないですかね。やっぱ対戦してみたかった。はい、でもそこまではそう思わない。阿部慎之助君はやったんですよ、僕はあのパ・リーグ行ってる時、由伸君とかはやっぱり嫌だろうなと思いましたね。ちょっと投げてみたかった、はい、でもそこまで対戦したいとは思わない。うーん、そうですね。まあ上からだからな。いや、そんなことです。だから味方でよかったなというふうに思いましたよ。ああそうなんだ、はい、あの当時のバッターやっぱり江藤さんもそうですし、うん、松井さん、清原さんとかおられたんで、うん、やっぱり強力打線でしたからね、はい。まあ、セ・リーグがこうずっと出てきたけど、はい、パ・リーグのバッターで対戦した中で、まあ、こいつはすごいなと思ったのはそんなあんまり感じなかった。パ・リーグね、まあ、メジャーから帰ってきてるしな、ソフトバンクの時は、
上からだから。だからその時はもうね、打たれた人、松井家族に打たれたことありますけどね。あ、はい、やっぱりいいバッターだった。家族も、はい、そうですね、同級生なんですけど、うん、インコースさばくのうまかったですよ。ホームラン与えましたけどね、帰ってきてから、はい、メジャー行って、はい、強烈なインパクトを食らったのは誰？初球ホームラン、誰それ？ジョン・バックっていう人なんですけど、ジョン・バック全然、はい、あのキャッチャーの人なんですけど、ジン・バックだったんですけど、ジョン・バック、まあ、カンザスティのバッターだったんですけどね、キャッチャーの、はい、その方は強烈に覚えてますね。もう未だに。でもそんなに有名じゃない。有名じゃないですね。だから有名じゃないからちょっとショックなんですよねまさかホームラン打つなよと思って。 あ、はい、なるほどね。あとだからヤンキースのジーター、かっこいいね。ちょっと対戦してるんだもんな。いやもうヤンキースはもう松井さんもしてますし、もう本当松井さんと対決は嫌でしたね。やっぱり知ってた。エーロットンともしてるしてます、はい。ジーターはやっぱりこう右打ちがうまいんですよ。でインコース、そのベースに近いところに立っているんで、うん、外国人のバッターがそんな立つ人って本当にインコースさばくうまい人しか立たないんですよね。やっぱリーチ長いんで詰まると嫌なんで。でもその詰まりながらもう右中間に持っていく力はすごい。でインコースもギリギリ投げても向こうの、ね、ストライクゾーンってボールになるんですよ、うん、それはジーターは分かってて、ジーターのそのインコースの逃げ方って結構エビ取りになる時あるじゃないですか、うん、こうやって あれは審判にボールだよっていうのを見せてるんですよ。演技してる、演技してるんですよ。長嶋みたいなね。それぐらい研究されてるバッターですね、はあ、で外に投げるボールも甘くしようとするから逆方向も打ったり引っ張ってもホームラン打ったりとかするバッターですね。だから率も残ってましたね。まあ、最後の質問で、はい、巨人阪神戦という伝統の一戦があるでしょ、はいはい、レッドソックスとヤンキースが向こうでは強烈なライバルだよね。そうですね。これ2つ経験した人ってなかなかいないと思うんだけど、はい、どうだった？この巨人阪神戦とレッドソックスとヤンキース、もう全然違う意識が、はい、あのジャイアンツはヤンキースなんですよね、タイプ的に。ジャイアンツはヤンキース、はい、うん、もうだから松井さんはジャイアンツからヤンキースなんで、紳士なるチームに行かれて、はい、で阪神はボストンなんですよ、うん、もう何やってもいいよみたいな感じ、まあ、位置づけみたいな、ね、そうですね、まあ、そういうもう本当やんちゃ球団なんで、だからそのチーム その僕はセ・リーグ、パ・リーグはジャイアンツ、紳士のチーム、うん、でアメリカでは阪神 そのちょっと ね、やんちゃっぽいボストンだったの でやっぱりこうヤンキース見てたらやっぱ強い時はすごいなと思ったんですけど、弱い時は本当にあのジャイアンツそっくりだったんですね、その見た目がこう周りから見てた、うん、それはあのやっぱり勝たないとダメなチームが負けてる時ってジャイアンツを一緒だなというふうに、ちょっと暗い感じがする、ね、暗い、もうベンチも暗いし、うん、はい、でそういう時は乗ってくるとやっぱりあの嫌でしたけども。でも選手の意識っていうのは他のチーム、あのアメリカでね、ああ、はい、と戦う時とヤンキースと戦う時は全く変わるの、うん、全く違いますね。もうヤンキース戦に負けたら本当にもう命取られるんじゃないかっていうぐらいの雰囲気ですからね。あとファンも本当にあの球場で喧嘩してますからね。ああすごいですよ。僕らブルペン見ててあそこでなんか始まったって言ったらもう水の掛け合いから始まってもう殴り合いですよ。ヤンキーススタジアムとかね、あのボストンとヤンキースがもう、うん、こっちは試合してる、向こうでも試合してるから、ね、すごいですよ。ほんで最終的には警察に出されるとか、例えばヤンキーススタジアムでやる時とやっぱボストンでやる時とは全く雰囲気が違う。違う、ヤンキーススタジアム嫌ですもん。いやでもジャイアンツの位置づけだったら、はい、割とこうおとなしいじゃない。まあ例えば東京ドームだったとしたら、はいはい、うん、でも甲子園っていうところでやるとなんかすごいなんか揉め事起こるだろうなみたいな、はい、最初から雰囲気あるじゃない。ありますね。でもだからボストンとは違うの、やっぱりヤンキースと。もうボストンとヤンキースはもう戦ってる選手たちも戦ってるけども、ファン同士も戦ってるわけです、うん、なるほど。だからその日本みたいにここの席は阪神の席ですよとか、うん、ベンチがこっちでっていうないんですよ。そうだよな。だから応援席はあるかもしれないですけども、でもそこにボストンのファンがポツンといたら本当もう目の敵にされる、まあ、どっか行けみたいな。ああ そ, うそれぐらいもうすごい ありますよね、向こうアウェー感が。いやでも地元で負けると大変なブーイングなんだろうな。ブーイングって本当にやばいですよ。そうロッカーからヘマしたら本当にあの味方のチームなのにブーイングですよね、次の日もし投げたとしたら。でもそう出待ちとかないの向こうは。まあでも、まあ、選手が帰るところは、まあでもそういうのは、まあ、やらないと思うんですけど、その球場の中でファンがボストンだったら、うん、その前の日打たれた人がまた次の日投げた時ブーって言われました、ね、であとはバッターもいいところで打てなかったりしたらやっぱりあの
向こうは年俸が全部公表されてるわけじゃないですか、お金がね、サラリーが。その見合ってない選手に対してブーイング多いです。だからもう本当に僕は給料安かって頑張ってた人なんで、逆に拍手してもらえたんで、それは良かったですね。まあいろんないい経験してるな、はい、本当な、はい、もう本当貴重な話をね、はい、聞かせてもらったけども、岡地も YouTube やってるな。あ、そうですね。なやり始めて何ヶ月だっけ。まだ4ヶ月ぐらいですかね。そうそうそう、調べたら4ヶ月だから、はい、知ってて聞くなってな。いやいやいや、初めてばかりのものは新人ですけども、ね、いやでもあの概要欄の方に、はい、岡地のページも貼っとくんで、はい、ね、URL を、はい、ぜひね、岡地の方にも私も出てますので、はい、ね、ご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。